少年部による大人の人に対してちょっと攻撃を行います。で、少年部の攻撃力を伸ばす練習です。じゃあ子供たちの攻撃が見えるようにちょっと斜めになってください。ちょっと斜めになってください。じゃあこっちやってもいいですよ。こっちやって。こっちやってもいいですよ。見えなかった。はい、じゃあ行きますよ。はい、始め。京太くんいいですね。諸岡さん KO されますよ。頑張れ。はい、やめはい、続きまして少年部による縛りを行います。まず白帯、色帯から。
黒部一人ずつやろうか。あ、一緒にやっちゃって一人ずつやろう。はい、じゃあ一人ずつ黒部パンチから後ろ蹴り、一人ずつパンチから後ろ蹴り、横がいいね。はい、ナイスです、柏原弘樹君。はい、続いて中村健君、ちょっと聞いてくださいね。初めてなんですよ、練習一回もしてないんですよ、それでやってるんですよ、これ。はい、斉藤京太君。はい、斉藤京太頑張る。はい、これも初めてなんですよ、全然練習なしでやってます。はい、続きまして足腹空手にはさばきという技があります。じゃあ少年部下がってください。どうも。はい、おっそっそ。はい、じゃあ足腹空手にはさばきという技があります。突き蹴りだけの空手じゃありません。相手の攻撃に対してポジショニング受け崩す、そういう技があります。ちょっとそのやってみましょうね。はい、で一応そのこういう形だっていうのをやって、その後に実演って形でやってみますね。右のパンチがきますね。で、ちょっとゆっくりいきますね。はい、右のパンチがきます。はい、それからそこから相手を投げていきますね。巻き込み投げと言います。巻き込み投げ、右のパンチがきます。これに対してこう、じゃあ、今度は相手の左の前蹴りがきますね。で、それに対してそれで怪我しないように前に対して今のはサイドポジションです。今度はバックポジションを取ります。バックポジション、膝蹴り、肘打ちです。バックポジションで、ゆっくりいきますね。で、続きましてバックポジションからカッティングキック。これは後ろ、やっぱり後ろを取ったところから崩すわけです。続きましてバックポジションから、後頭部膝蹴りですね。続きまして中段の回し蹴りに対しての巻き込みです。左の回し蹴りです。ゆっくり。これはブルーさんがメロンが食べたかったので、
上段の毛に対して上段の、まあ、茂り下段払い巻き込みだね。上段の回し蹴り、今度ロングの前です。相手の蹴りをかわします。かわしてからカッティングキックで崩します。相手の蹴りがいち早くこう察知できた場合、相手の体が倒れた、右に倒れるか左に倒れるか、左の蹴りか右に蹴るかが分かります。で、相手が倒れたところに軸足をかっていきます。はい、以上、まあ、これさばきの一部分です。なんていうんですかね、間合いですね。あとはそのなんていうんですかね、間合いとか相手がどう動いたか、それによってさばきが変わりますね、動きが変わってきます。それでサイドに入る、後ろに入る、ステップからいろんな形で崩していきます。はい、じゃあちょっと実演って形でやってみましょうね。はい、じゃあ2組ちょっとやってください。始める。はい、もう一回いきますね。はい、いいですよ。はい、OK です。はい、じゃあ2組目いってください。はい、じゃあ構えて、はい、始め。はい、いいですよ。もう一本いきましょう。もう一本、はい、福田君が攻め、阿部君が受け。はい、じゃあ行きましょう。こっちが攻めです、こっちが受けです。はい、行きましょう。はい、OK です、OK です。はい、今度はもう一回行きましょう。じゃあ阿部君が攻撃、じゃあ福田君がさばきね。攻撃とさばきに分かれます。はい、始めてください。はい、OK です。はい、じゃあもう一本行きましょう。はい、ゴー。ああ、いいですね。後ろ回し蹴りから勝手に引く、いいですね。はい、OK です。はい、じゃあもう最後の方ですね、になりますね。じゃあ安倍初段による四方割りを行いますね。はい、じゃあ好きな時に始めてください。安倍初段今日東京から来たんですよ。わざわざ東京から来たんです。ちょっ
っとアクシデントがありましたね。はい、皆さん会長やっとるいややってました。あ、教えてたの。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、まだちょっと あるんですよ。あの組手の方をやりますね。組手の方に、組手の方をやります。はい、じゃあ黒帯の人出てみてください。今の組手の方にはあのミドルの前に、ね、あのショートの前、ミドルの前、ロングの前みたいな、ね、あの中間距離の受け崩しの技です。じゃあこれから組手の方5っていうのをやります。それはロングの前、遠い前でステップバックから入りますね。はい、じゃあ入ります。はい、以上で肩終わりますね。はい、最後大取り安食在中飯塚貴教君によるバット折りです。
そうですよね。感動が全部来る。ああ、なるほど。はい、じゃあ全員出てきてください。ブロックが一番死ぬ。あ、ブロックいい。ね、じゃあ一言あのみんなで言うでしょ。最後中断でやってもらいましょう。はい、上で、はい。皆さんにこの空手どういう風に目に映ったのか分かりませんけど、全国レベルじゃないですよ、世界レベルです、世界レベル。私52歳です。で、皆さん大人の方も40代後半、30代、ね、でみんな動けます。で、60代、70代になって動けます。足も上がります。で、これ武術の鍛錬をやってるからです。で、80になっても強いです。どんどん上がります。どんどんレベル上がります。で、今度9月3日14日に暮らします。出ます。それを見てください。はい、以上です。はい、